工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。先週末ですね、神戸佐野宮文具センター永沢さんでのイベントが終わりまして、ちょっと YouTube ブログとサボっておりました。またね、メール等いろいろ質問が来ておりますので、その辺も踏まえて動画の方撮っていきたいと思います。まずはじめに画面に映っているのが M5 のサイズの手帳になります。長澤さんにちょっと買ってきました。まあ今ペンシルコルタっていうこの短いシャーペンを作っているんですけども、まあ、ちょっと前にはルーチェコルタというボールペンのこの短いサイズも作っておりました。またルーチェコルタの方はね、今復活させようと今ちょっといろいろ動いている最中です。またできた際にはね、紹介したいなと思います。でね、 M5 のこの手帳サイズ用にね、自分が作ったにもかかわらず、僕この手帳のサイズ今まで持っておりませんでした。使ってもいませんでした。なのでね、そんなやつがそんなん作るなよって自分でね突っ込んでしまいましたので、ちょっと買ってきた次第です。まあスケジュール帳としてね、僕は使わないので中は全部ノートになるんですけども、まあ一応3種類入れて、まあちょこっと使わしたんですけど、まあこのサイズ、まあ確かに、まあ小さくて便利で可愛いのかなと思います。でまあコルタの方ちょっと入れてみたんですけど、まあ大、まあ収まり、まあまあいいのかなと思います。まあどうしてもね、あのここの留めるこの革のクリップ止めのところの維持によってどうしても上下出てしまうんですけども、まあそれはなかなか僕では何ともできないですし、まあペン自身も、まあこっちもなかなか難しいのかなと思います。まあでもすごいぴったり合うやつも出てくるのかなと思っております。あとはね、あのこちらに挟んで革があって、でペンを挟むっていう神戸の神田美佐子さんが作ってらっしゃるそのペンホルダーみたいのがあるんですよね。あれはかなりバッチリなタイミング、バッチリなね、ものでした。あれはね、確か斜めにスリットが入ってて、どこで止めるかっていう風に、それで多少上下ができたと思います。僕のブログどっか、多分11月頃かな、でもありましたし、まあ、神戸のペアのメッセージさんでも売ってると思いますので、よければそちらの覗いてみてください。よいしょ。そしてですね、まあ、人気なのが、まあ、ペンシル、節の方ですね。そして、まあ、ボールペンの方はルーチェペンの方が、やっぱり人気なんですけど、まあ、ざっくり見て、まあ結構、おいおい、まあセットで持てるように僕はもともと作っておりますので、見た目がね、かなり似ております。まあでもちょっと見てみると色々違うところがありますね。まあこの先端の金具ですね、の大きさが違ったりとか、まあ、ここの色、まあ、メッキしてあるのか、こちら、艶消しなのか。まあ、この辺、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、質問はあるのがね、あの、互換性がないですか。ボールペンを、ペンシルに、ペンシルをボールペンで使うことができませんかっていう質問が、まあ、大体週に2、3回いきますね。まあ、どうでしょう。トータル今、60、70?まあ、軽くそれぐらいは超えてると思いますね。で、バラしたものをちょっと見ていきましょう。まず、穴。こんだけ違います。こっちがペンシル、こっちがボールペンですね。こんだけ違うので、まあ、当然パーツ入らないなっていうのが分かっていただけるかなと思います。そして構造としてはね、ボールペン、パーカータイプのこの芯ですね。こちらをやるのに、こういう、ノックパーツで押すんですよね。まあ、ポチポチ。そして、出し入れをするっていう形になります。でペンシルの方はね、まあ、こういう形しておりますので、まあ、ここバネでカチカチと押す。こういうふうに繋がってるパイプ形式になるんですよね。なので、どうしてもね、難しいですよね。互換性を持たすっていうのはなかなか難しいですね。まあ、本当に最初からね、そういう風にして考えればできたのかもしれません。まあそういうパーツ作りをすればよかったのかもしれませんし、まあ当然そういうのがあるんですよね。
なので、できませんかという質問が来るんだと思うんですけど、すいません。公募を接すのではできません。まあ、仮にね、できるとするんだったら、僕は多分、ネームをね、同じにしちゃいます。ルーチェペンとペンシル接みたいな、こんな完全にかけ離れた名前を付けないと思いますね。まあ、ルーチェペンと付けるんだったら、ルーチェペンシルとか、そういう互換性があるようだったら、そういうふうに僕は名前を付けるかなと思います。まあ、こっちはもうシンプルに。そして、まあ、ボールペンの方はね、オリジナル初めて作った時だったので、まあ、かっこいいイタリア語をつけたいなと思い、そういう名前をつけております。なので、フィーネペンとかでもね、オリジナルのものは、結構オリジナルの名前をつけていきます。まあ、でもね、ペンシルの方は、まあ、0.9 とか2ミリとかありますし、まあ、今後、そういう芯の太さとかはね、違うものを、どんどん出していければなと思っております。で、一応設計上はですね、こんだけ太いのに、太いには細いものも入るんですよね。なので設計上ですよ、ざっくり見た感じ、こうパーツをね全部作ればペンシルこっちをするのは可能だということは分かっております。ただね、まあ、ここの金属パーツを作ったりとか、まあ、このペンシルパーツを完全に別物を作らなくちゃいけません。なので設計量から、まあ最初の試作、そしてそれに対する刃物とかいろんなものがどうしてもかかってきます。そうするとね、もう本当に何十万っていうお金がかかるんですよね。まあ本当に欲しいという方だったらね、出していただければ当然作れますけども、本当に何十万しますので、何十万するんだったら普通にボールペンとペンシル買った方が安いかなと思います。なので、もちろん本当に何十万でかかりますので、まあ、100人とか集めれば1万円ぐらい、1万以下、軽く1万以下になりますね。になりますので、そうやってね、集めてきて僕に提案していただければ構いませんし、まあ、そんな感じなので、できませんとか、こっちに関してはね、ペンシルにできませんとは言いませんけど、すごいお金がかかりますということだけお伝えしておきます。まあ過去にもね、ブログ、 YouTube 等で何回も言っておりますので、まあちょっと質問が止まってくれるといいかなと思います。あとはですね、なんで公募接はオリジナルじゃないんだっていう、まあ抽象的な批判もあったんですけど、パトリオットペン、まあ、0.7 のペンシルですね。そして M ペンの方ですね、水性のローラーボールペン。こちらの方はね、実はアメリカから僕金具を買って、でパーツを買いまして、この木の部分を僕が作っているという次第であります。まあ本当に始めた当初から、まあ、作っているんですけども、なので僕はアメリカの会社から買っているので、他の方がね、同じパーツを買って、こういう風に作るのも全然可能なんですよね。だからまあよく間違われたりとかするんですけど、まあ、僕が作ったものはね、大体自分で作ったものは大体わかるんですけども、だからといって、まあ他の方を批判するのも間違っていますし、僕がなんか言われるっていうのもちょっと筋違いかなと思っております。でね、他の方が作ったものを僕が処理しやってくれとかって頼まれるんですけど、まあそういうのもやっぱり違うのかなと思います。で、僕が作ったやつはね、僕が来てる限りは僕自分でやりますので、僕の方に出していただければなと思います。あと質問はですね、まあ多分何かで知っているんでしょうね。0.7 を 0.5 に変えれるっていうことですね。まあ、0.7 のパーツの、この部分ですね。こういうふうにパーツがあるんで、これの 0.5 があるかどうかっていうことなんですけど、あります。静岡のオフコーポレーションという会社でね、0.5 の金色のやつが2タイプぐらい出てるのかな。こちらの方が使えます。で、まあ、そちらを買っていただいて、自分でこうやって入れていただいて、またはめていただければ 0.5 に交換は可能です。まあ、ただ、オフコーポレーションのやつ見たんですけども、全部金色です。なので僕銀色なのでクリップが変えれないので、まあ、このまま、このパーツそのまま使えますし、このキャップのところは、
付け替えしていただければまた銀色になりますので、中のそのパーツ自身はね、同じもの、同じ規格になっております。なのでそうやってご自身で変えられるのはありだと思いますので、そちらの動画の方もね、YouTube で撮りましたし、ブログでも紹介しております。なのでね、そちらの方を見ていただければなと思っております。そして、個展までもう1ヶ月ちょいになったんですけども、そろそろ来ましたね。個展に、東京の個展に来られる方、落ち着いてください。まだ1ヶ月も先ですよ。質問がね、何個か来ておるんですけども、黒柿クジャクモク持ってくるんですか、今回は何がおすすめなんですか、ローズウッドのコブはどうなんですか、紫白はあるんですか、なんてあるんですけど、まあまあちょっと待ってくださいね。頑張って仕込みます。で、まあ、東京の個展っていうのが僕がまあやってきてね、1年で一番気合を入れてね、展示をする、そういう展示会でありますので、本当に頑張って持っていくつもりしております。まあ、ペンシルね、皆さん、こんだけ言われてますのでね、目標500本を目標に500本並べたいなと思っております。なのでね、まあ当然、種類も少し増やすつもりしておりますし、一個一個のね、数を増やしていくっていうことも努力いたします。なのでね、直線の紹介と、前日、全部ね、用意ができて並び終えましたら、必ず動画撮ってアップしていきます。で、まあ、竹内さんと長澤さんに持っていったものを見ていただければいいかなと思います。大体同じようなものはあると思います。まあ、中にはね、どうしようもないやつって、まあ、1種類、2種類出てくるかもしれませんけど、多分ないかな。うん。あるとすれば、クズかな。クズコブぐらいかな。クスコブ他で見つかればいいんですけど、それぐらいかな。あと他は多分竹内さんと長澤さんに持ってった種類っていうものはね、すべて作ってまた持っていく予定しておりますので、またそちらの方見といていただければと思います。まあ当然木目は違いますけども、同じ種類と思ってきます。やっぱりね、イベントに来ていただいて、たくさんの中から選んでいただく、もちろん別種類、たくさんの種類から一つの種類を選ぶっていうのもありですし、1種類の楓の縮み木もね、やっぱり10本とか、下手したら15本とか並ぶんですよね。そん中、比べちゃうとね、本当にね、一個一個木目が違うんですよ。で、そういう中から自分のために自分の1本を選ぶっていうのはね、楽しいと思うんですよね。まあ、なかなかね、混んでる最中はね、20分ぐらいって制限をちょっとつけておりますけども、でも20分あるとね、意外に結構選べます。で、前もってね、動画を見て、来ていただけると、まあどこに何があって、まあ余裕もなく自分がなんとなく目星だけつけておいていただければ、結構その中から選ぶっていうのを楽しくってね、選べると思いますので、あとはね、逆に来てからじゃないと、来てこれが欲しいと思ったんですけど、実際見てみたら、こっちが良かった。触った感じとか重さとかっていうのもね、いろいろあるんですよね。だからそういうのがやっぱり、実物を見て買うっていう楽しさだと思うんですよね。なのでもうせっかくね、また春、昨年は春全くイベントできませんでしたけど、今年は春のイベントはあります。まあもちろんコロナ感染は対策皆さんしてきていただかなくちゃいけないんですけども、まあ、それでもね、イベント楽しいものだと思いますので、またぜひぜひ東京のイベント楽しみに待っていただければなと思います。ではでは、もう本当1ヶ月ぐらいですね。もう本当にまた引きこもって制作入りますので、期待していてください。また直前には必ず紹介します。何度も言います。それまでのメールやめてくださいね。ちゃんと紹介しますので、よろしくお願いします。ではでは、また。